はい、西くんです。今回はですね、CDB の種類、インディカ、サチバ、ハイブリッドについて、それぞれの特徴とか違いのお話をしていきたいと思います。まず、インディカ。要はですね、まあ、インディカ、サチバっていうのは、ハイブリッドも含めて、タイマソウの種類なんですね。タイマソウそのものの種類の違いで、効果も違ってくるんですけど、まずインディカは、膨らみがあって、ちっちゃい、背丈が。ちっちゃいって言ってもまあ、1、2メートルあるから僕よりでかいんですけど、1、2メートルで背丈がちっちゃいのがインディカです。効果としては、リラックス効果とか、あと痛みの緩和だったりとか、あとは睡眠の、要は、眠りやすくなるし、深い眠りにつけるっていうものが期待されている。そっちの方面で強いって言われてるのがインディカです。インディカ自体はですね、成長が早くて、で、涼しい場所、屋内でも育つっていうものでして、ね、タイマソウとしてのインディカは。で、おすすめなのは、まあ、痛み、頭痛、腰痛、生理痛とかの類、何かしらの痛みがある人とか、寝るということを、寝るのが、まあ、要は睡眠導入剤を使っているとかという人は、もちろんそうじゃなくても、ぐっすり眠りに行きたいとか、朝目覚めが悪いとか、っていう人に比較的おすすめな、夜使うことに特化してるのはインディカです。対してサチバは細くてシュンってしてて、背丈もですね、6メートルぐらいあるやつで、効果は、どっちもね、心を落ち着かせる、CBD 自体が心を落ち着かせるっていうのがあるんですけど、ダウン系の落ち着くのに対してサチバはアップ系って言われてて、集中力が冴えたりとか、アイデアがひらめきやすくなる。例えばアーティストとか、シンガー系、絵描き師とかの間でも人気だし、あとはスポーツ選手、まあ普通にね、デスクワーク、自宅で仕事するにも集中したいとかっていうのにもおすすめされていて、そのインディカ自体は暖かい敷地で、外で育てられるものでして、実際に使用するのも昼がメイン、昼用、活発化する、活性化する、頭が冴える、集中力が湧くっていうので人気なのがインディカです。実際今僕が持ってるのはインディカなんですけど、僕は圧倒的、あ、間違えた、サチバなんですけど、僕は圧倒的にサチバ派で、まあ仕事なり遊びなり何するにしても集中力っていうのがなかなか助かってます。で、ハイブリッドっていうのはその2つを合わせたやつです。まあ要はいいとこ取りしたやつだし、まあ悪く言うと寝るのには特化してないし、集中にも特化してない。オールラウンドタイプですね。合わせてるんで。最初、まあ、新種で、要は、よく言えば研究が進んでいるし、その一本だけで、まっ賄えるんで、昼も夜も使えるんで、悩んじゃったりとか、どれにしようかなって悩んだりとか、あとはまあ予算的に全部は買えないし、とりあえず一本買おうっていう方におすすめなのはハイブリッドタイプになってます。ハイブリッドだったらね、持ち歩いたりとか夜も使ったりとかっていう面では結構便利だったりします。で、まあでもね、あくまでもと言われているというか、アルコールがね、人それぞれ効き効果が違うように、 CBD も人によって効果に差があるって言われてるんで、合う合わない、純粋に味の好みもあるんで、何とも言えないところはありますが、効果は結構ね、サチバインディカは正反対で、ハイブリッドはそれをいい感じに集めたものっていう違いがあるので、もしよければ全部吸ってみてください。どれか1個まず試してみて、反対もやってみようとかっていうふうに興味を持ってもらえると嬉しいです。以上、今日はこんな感じで話を閉じたいと思います。ところでですね、CBD は、大麻と違って大丈夫だよって言ってるんですけど、具体的に微妙に細かいルールがいろいろあったりして、どうして CBD は違法じゃないのという話について次回やっていきたいと思います。このチャンネルは毎日19時にアップしてますので、もしよかったら次回も見てください。チャンネル登録と SNS もよろしくお願いします。ありがとうございました。